はい。はい。今度は相手の手です。相手の手もやっぱり刀と同じように使えるんです。相手の肘が切っ先だと思うんですね。取られたら、この刀を相手の腕が刀だというふうに認識してください。取られたら自分の体を向けて相手の手を外側から切り込みます。切り込んで見てほしいのは相手の剣、腕が剣ですけどずっと自分の膝の上に乗ってるんです。で今相手の腕の剣の柄の部分ですね、これを掴んでます。でこの肘の先に相手の刀の切っ先がある。これを手でつくんじゃなくて、手でついたら体何も動きません。体ごと地面にバッと突き立てます。ここを止めておいて、大事なことは折られたら手でこうやって一生懸命回そうとするんじゃなくて、体ごと相手の手を切ります。今外向きました。でこの手は自分の膝の上にあります。次も膝の上でこう切ります。ここにも膝の上に、そのままこう突き込んで、やるつまんでいいですか、ここまで行ったら体です。